すっげー綺麗に燃えてる。ほら。これがね、二次燃焼なんですよ。はい。それではね、開けてみましょうか。結構ね、重量がありますよね。はい。ホールド 5.6 キロですね。軽いね。一番軽いかな。俺持ってる中で。うわ、汚い。これは袋ですね。あ、汚い。なんだこれ。まあ使えなくないんで。はい。袋が入ってまして、これは説明書ですね。英語だ。日本語じゃないんですね。あ、手袋入ってる。この手袋って、なんか、どっかで見たことあるような。おぉ、軍手が入っている。ロストルですね。ロストルがちょっとこれ歪みそうかな。うん。使ってみないとわかんないですけどね。ロストルと煙突が。あれ？これはなんか、どっかで見たことあるぞ。4本つなぎの煙突が、2組ありますね。これもそうだな、多分な。薄さといい、なんか、この、触った感じといい、一緒ですね。これダンパーですね。あ、カチカチ言わない。ぶつかってない。ほら。ぶつかってないけど、何これ。閉まってるでしょ？これないよね。これが、これわかんないじゃん。ああ、そういう品質ですね。はい、結構しっかりしたドライバーがついてます。ネジとね、ドライバーですね。これは、天板、虫が入ってる。あ、結構バリがありますね。これが、お、大きな窓。ほら。天板ですね。うん。補給はされてますね。これは底板になりますね。とりあえずね、内容品がね、こんな感じになりますね。これは全部入ってる感じですね。第一印象は、ちょっと結構バリがあるかなっていう感じですね。ではね、組み立てをしていきましょうか。まずは、結構簡単なんですよね、これね。開いて、足を開いて、うん、どっちが前かな、これ。サイドはね、ベンチレーターがありますね。簡単ですね。これはどっち向けないのかな。入った。向きはこうでいいのかな。俺なんか角度違うよね。こうなるんじゃないかな、普通は。曲がっちゃってる。とりあえずつきましたね。ちょっと曲がってますね、私ね。これね、多分。これも曲がってるし、ここも曲がってるし、みたいな感じ。超ネジが2個ついてるんで、これを、ここの横に、で、固定ですね。これ多分これ、開かなくなるよね、あんましめっとね。うん。できる方がいいのかな。はい、出来上がりました。こんな感じですね。ではね、サイズをね、測ってみましょうか。幅の方がね、38。奥行きが、20。窓ガラスの出っ張りなんで、出っ張りを入れると22。高さがね、29.5 ですかね。窓の大きさが、27。27の8。8.8 ぐらいかな。硬い。入り口間口 31.5、11ですね、約ね。で、中の方が30ね、約 7.5 ぐらいですかね。なんで、35センチの薪はね、入れられますね。うん。中はね、こんな感じですよ。ボトル入れましょうか。忘れちゃった。高いね、それが入ると。これは、だんだんと細くなっていってるんですよ。で、こうですね。で、こういう感じですね。4本連結で、まず、124ですね、長さが。なんで、2メーター40、2メーター 48? 約2メーター50。これが入るから、ちょっと若干変わってくるのかな。これは、ここにこうつけて、また延長する感じになりますね。はい、ちょっと、スパークアレスターをね、忘れてしまったんで、スローツアーの使ってみますか。多分ね、全く一緒だと思うんです。これ一緒だよね。次、ほら、一緒だ。うん。同じですね。これ同じだから。これが刺されば、全く一緒ってことでしょ？ほら、一緒だ。一緒の煙突。作りも一緒。まあ、とりあえず、この、ついてる方を使いますか。で、スパークアレッサだけは、ついてないんで、付属してないんで、追加で買う必要はありますね。これ使えますね。高さ的にね、やってみましょうか。で、これをつなげて、この上に、ほら、いた。同じだ、これ。おう、抜けた。同じだ。結構ね、不安定なんだよね、これね。こうなんですよ、ほら。こう。これで、ほら。怖いよね。ほら。ちょっとね、傾いてんの。だから、ガイロープはつけないと、結構ね、怖い。高さ問題ないね、これね。うん。とりあえず、設営完了ですね。こんな感じですね。結構高いでしょ？これね、ソロツアーと全く一緒の煙突ですね。上に行くほどね、細くなってるんで、ああやってね、ガイロープはね、必須になります。で、うまくこう3点を、うまく三角のね、調整しながら、まっすぐにね、すれば、まっすぐ立つんで、ちょっとね、起点というか、支点のとこから、曲がるんですよね、ちょっと少し。曲がっちゃうんで、今日はでも結構いい一周かけだったな。太いところの径が63ぐらいですね、約。で、その先端の方が約60ミリ、6センチ。なので、一番下につく、ところが、市販の60杯の煙突が、ここからね、つけられるってことですよね。こういう感じで。何本か60杯の延長を足していくと、高さ調整ができますかね。セット目が、長さどんなぐらいのイメージかっていうと、よいしょ、こういう感じで、中はねちょうど入り口までで、表がねこんな感じの出方になりますね。もう1セットぐらいっていうか何本かね足さないといけないんですけども、方法としてこの一番先端の一番細いところ、1セット目のここにジョイントをかまして、よいしょ、この一番太いやつですね、2セット目の刺すとちょうどねこれがね60杯になるんですよ。なのでこういったね市販のものを使ってつけられると、なおかつ市販の60杯のスパークアレスタをつけることができると、こういう感じになりますね。ちょっとやってみますか。見えますか、これ表出ると。これで延長を何本か足していくと高さ調整ができますかね。なかなかね、いいんじゃないですかね。二次燃焼出てますね。あ、出てます。なってますね。うん。ただね、ほら、ロストル歪んできてるね。だからこれ多分、火床がね、ここね、育ってくると、結構歪むよね。ロストルも歪むし、下の方もね、歪んでくると思うんで、うん。下の天板のとこに灰受けがあると、ワンクッションね、熱がね、和らぐんで、この下のダメージもないし、うん。これとそのまま芝生置いとくと結構下ダメージできますよね。二次燃焼はすごいしてるんで、これでね、1万円で遊びたいって人はすごいいいかもしれないね。うん。一応ね、丸一日使ってないですけども、まず感じたこと、これちょっとダメかなっていう、ダメっていうかね、ここを改善したらいいなっていうのが、ここのレバー、これちょっとね、使いづらいですね。あと、ロストルがね、高い。これ、おきびが育ってくると、下に落ちるんですけども、その落ちる前っていうか、高さがあるから、落っちゃったりするよね、開けたりするとね。あと、転がって、薪によってはね、転がってきちゃうっていうのもあるんで、ちょっとね、これ、ロストが高いのが、もう歪んでますけどね。残念かなと思いますね。それ以外はね、まあ、1万円にしちゃいいんじゃないですかね。これ、福さんどんな評価してんだろうね。面白いね。このガラスの大きいってのがいいよね。こんなに厚いもんね。で、この裏側はね、厚くないのよ。あ、まあ厚いけども、こっちほどじゃないんだよね。だから、向こう側もね、この窓、同じ窓だったら、めっちゃ幕内とかあったかいし、向こうにいる人、まあソロデュオとかファミリーもあったかいんですよね。だから、このガラスのメリットってそれかななんて思うんですけどね。だからデューラーのマックス3でしたっけ、3面あれだからめっちゃあったかいですよね。しかもエアカーテンついてると。でも高いよね。結構YouTube の動画で話題になってるレビュー動画結構上がってるセンチっていうメーカーがあるんですよ。1000QI って書くメーカー、あれセンチっていうらしいんですけど、あれの、3面の、ね、薪ストーブ使ってみたいですね。価格も安いですし、2面はいいかな。もうやっぱ3面欲しいね。歪みがなくなりましたね。こんな感じですよ。結構この辺とかもね、歪んでましたけど、ここもね、すごい隙間出てたけども、ほぼなくなりましたね、冷めてね。あとは、うわ、あ、すっげえ綺麗に燃えてる、ほら。これがね、二次燃焼なんですよ。ロストル曲がっちゃってる。しかも足倒れたんだ。で、灰はこんなに綺麗になってるの。ほら。すごいっしょ、これ。ねえ。ここはね、ネジはあんまり締めない方がいいですよ。絶対これね、硬くなると思うんで。よいしょ。よかった。緩めにやっといて。ほら、歪んでないね。うん。結構歪んだけど、これ全然歪んでない。元戻ったね。見てこれ、ほら。これですよ。綺麗にね。あったね、本当に。こんなに綺麗に燃えるんだね、二次燃焼。やっぱり二次燃焼いいなぁ。ポモリが落ちかなっちゃった。あのエアカーテンってのはどんだけね、威力あるんだかね。って感じちゃいますね。こういうの使うと。意外だなぁ。結構ペラペラかなと思ったんだけど。丈夫だよ。ダメだなっていうところは、この扉の部分。これが非常にね、開けづらい。なので、ちょっとね、ここをね、私曲げました。なので、一応ね、大丈夫な状態になってますね。あとはね、ロストルが、これ勝手にね、倒れるんですよ、こうやって。これね、ちょっとストッパーかなんかでね、止めがないですよね。もうグラ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 してるんで、これはなんとかしてくれなかったかなと思いますね。薪をね、くべてる時に倒れちゃったりするんで、もうロストルの意味がね、全然なくなっちゃってるっていうか、ちょっと残念なポイントですね。Face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. I like the way you think and I don't really care about the